合宿初日の夜。FM トゥミオ、皆さんこんばんは。トゥミさん。ピョンバンウィー。沖縄ランチャーの生放送を楽しんでいます。終わった。復興マラソン、全力応援団ということで、おがめんの3人が、会場を盛り上げてくれると思うんですけれども、このおがめんの3人の誰かが、東北宮城復興マラソンの全力ランナーに就任するということで、おめでとうございます。これ嬉しい。何勝手なこと言ってんの。そうですよ。やっぱりね、そうこなくちゃよ。一応開催ってなす。マジで俺は知らないです。入ってくれたらいいですけどね。マジで。俺走るの。倍増しますよ。走るです。地元の浮かびますよ、本当に。強すぎる。マラソン挑戦の裏にはこんな思いが。で、やっぱ僕最年長じゃないですか。で、やっぱりいっぱい2人を引っ張っていかなきゃいけないなっていうのもずっと思ってたんですけど、まあ自分的には全く引っ張りきれてないなって思うところも多々あり、これもし走りきれたら、なんか2人に僕の尾形に対する思いがなんか届くんじゃないかな。こんな辛いことも尾形だったらやれる。マジあの心から応援します。はい、ありがとう。はずテラヤンにエールを送りましょう。人だらけだけど白、はい、山武史さんが、はい、東北宮城復興マラソンに挑戦すると聞きまして、はいはい、我々万歳同盟行っても立ってもいられずお祝いに駆けつけましたこの万歳で祝福したいと思います。はい、見たことない。おそらく万歳同盟祝福万歳それ万歳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 やったね、よかった、おめでとう。タイ万歳ソーレ、びっくりした。何何万歳ほーわ。なるほど。フルマラソンをたくさん完走してきた人たちがいます。万歳万歳同盟オリンピアン万歳ソーレ。万歳万歳オリンピアン万歳万歳万歳オリンピアン万歳。あ、ごめんなさい。おそらく万歳同盟バレリーナ万歳そーれ。バレリーナが万歳バレリーナが万歳バレリーナが万歳。いやすごい。マス大学万歳同盟カニ道楽万歳そーれ。カニ道楽万歳カニ道楽万歳カニ道楽万歳。全力応援団と万歳同盟の万歳交換です。朝日の万歳送りたいと思います。ソーレ万歳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 。それでは我々も朝日の万歳を送り返したいと思います。早稲田大学万歳同盟朝日の万歳ソーレ万歳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 。これだ。綺麗。すごい。そっか、手のひら前。おーさー。あー、そこまで。これか。すごい。すげえ。よし。ありがとうございます。よし。よし。リーダー長。はい。ちょっと一個お話しなきゃいけないことなんですけど。借金か。俺。出なきゃいけないんですよ。いや俺稽古なんですよ。稽古？はい。マジですか。覚えてます？第2回ワールドツアー編。うん。
これ稽古でなかったこれだな。じゃあありだな。ありですか。頑張ってね。はい、頑張ります、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なきくん、持ってけ。直樹くんは舞台の稽古に行ってしまいました。この後オリンピアンオガリビと登場。ここでイベントやります。そうなんですか。騒ぎになっちゃうんじゃないかっていう。かっこいい。やったもう。優勝。俺たちが 2.5 俳優だ。おがんかうるさんぞー。イエガースドーン。待って待って待って、ごめんごめん。おがんかーいや来たね。超絶気持ちいいですね。あったか、暑いけど。ドラマでも撮るんですか。フックマラソン走りますよね。そうですね。ということは、いやここですか。ちゃんと先生用意してます。誰ですか。どうもどうもどうも。どうも。待って。カンボジアから来日中の外国人タレントの。猫ヒーロシ、はい、猫ヒーロシ、もっと猫ヒーロシ、出た、めっちゃ止まった、すごいすごい。え、今回のオガリビトはマラソンでオリンピックに出場した猫ヒロシ選手。走り方とギャグを学びます。応援ですよね、走らないってこと。まあ、一応そうですけど考えてます、応援。なんかやってないやつの方が多分ね、走ってて、いやまあ確かにそうだったんですか。たくさん応援いると思うからね、視野も狭くなっちゃってますからね。はい、確かにやっぱ目立つやつがいいと思うんですよ。わー来たーって走ってくるやつが、はい、あーしば漬け食べたい。ちょっと待って、俺それ見たら、はい、確かにタイム上がるかもしれないですね。猫さん直伝の応援ギャグやってみましょう。あーしば漬け食べたい。バッチリです。バッチリですか。正しい走り方を学びましょう。ということでランニングウェアにチェンジ。おお、かっこいい。ありがとうございます。かっこいいですか。いやいや似合うんじゃない。なんかちょっとですか。おい、はい、これなんすかこの。ちょっとこれローファー。ローファー。お前猫舐めんなよ。猫さん、なんかないっすか靴みたいなの。そうですよ、本番はダメですよ。スニーカーに履き替えて練習開始。走る時に姿勢がすごい非常に大事なんですけど、はい、前傾しすぎても良くないし、はい、後傾しすぎても良くないです。まっすぐ姿勢をよく、いい選手は足の裏と地面の接地時間が短いので、はい、そうです。でこの腸腰筋って言うんですけど、はい、この腸腰筋をうまく使う。あ、結構ひねっていくイメージ。そうですそうですそうそうそう。へえ。すいません、笑いが一つもなくて。マラソンのことは真面目ですから。オリンピアンですから。そうです。カンボジア代表です。テラヤンのフォーム見てみましょう。スタート。お。よかったですね。本当ですか。はい、すいません、行く、行くことないですね。あきらくんやっちゃいますか。いや、もしかしたら代打で走るかもしれないから。そう、代打でもやめてください、やっぱ選手の気持ち分かんないといけないから。そうだね。ついでに、あきらくんのフォームもチェックします。あきらくん、走る前にあの芝漬けちゃんとやってください。なんてやろうっすか。よーい、あー、芝漬け食べたい。姿勢いい。バカ野郎。はい、バカ野郎。はい、先生、何が。お前は悪かったですか。
あ、しば漬け食べたよ、舐めてるだろう。そっちそっちへのバカ野郎だった恥ずかしさがにじみ出てたよ。マジっすか。あと2ヶ月しかないんだからちゃんとやっといて。マラソン舐めんなよ、しば漬け舐めんな。ちょっと待って、めちゃくちゃ厳しくないですか。しば漬けをトイレ行きたくなったらどうするんですか。トイレは、はい、ランションしてくださいって言うんですよ。わかりますランション、ランニングでションベンをする、略してランションって、はい、みんなそれ練習の時とかやってて、あの全然恥ずかしくないから走りながらそのまま流してくれって、じゃあちょっとランションの練習しましょうか。ランションの練習出しちゃっていいってことですか。いいですいいですじゃあ、ね、走ってる時のトラブルの対処法って大事なんで、大事ですよね。それ練習の時からしとかないと、想定しとかないとですけどそれではランションやってみましょう。ドン、いいよ、頑張れ。あれちょっと、ダンスを出してる、意識しすぎてホームが汚くなって、あ、ダンスを出してる。あれ寺山、あれちょっと、ちょっといいですか。はい、あの、ランションに気を取られすぎて、はい、あの、ホームバラバラあの、これじゃあのマラソンじゃなくてランションしに来てる人だと思うんですよそれはダメ。いや、これめっちゃ難しいですね。付属品だからランションは。そうですね、今ランション中心だった確かに、今完全に頭ランションのことしか考えてないですね。もう一度やってみましょう。これクリアしたら相当すごいですよ。メンタルも強いと思うんですよ。確かに、ね、いや、よーい、スタート。やる気みなぎてる。なんか、おお、いいペースマジペースはいいけど、ただ走っただけじゃん。え、ランションしたの見えなかったですか。いや、見えなかった、全然分からなかった。全部出ました。オッケー。いやいやいや、待って待って、バッチリじゃん。だって誰にも気づかれずにやってるんだから。今まで初めてです、いろんな人教えてきたけどランションを実践したっていうのは。あ、本当ですか。はい、やっぱ問題はこっちですね。そうですね、ちょっと。ということで、応援ギャグをもう一つ伝授してもらいます。え、石油石油、お母さん乳首から石油が出てるよ。はい、ラッセーラー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 、うん、ポーズマスポーズマス、おがったおがった、おお、ここまでいきましょう。あれ、オリジナルで作ってくださったんですか。はい、それでは実践、走るテラヤンをギャグで応援します。スタート。コンビプレーだよ。石油、石油、アラブの石油をお母さん乳首から石油が出てるよ。ラッセーラー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 、ポツマスポツマス、おがったおがった、昇竜拳、あー、しば漬け食べたい。バッチリ、ありがとう、すごい、ありがとう、お疲れ様でした。今まで当然ランションもしてるわけです。ランションもして、ランションもしてるから。また。はい、すっきりしたと思ったらちょうどギャグが終わってたんで、もう最高でしたね。感想目指して頑張るぞ。おー、はい、ラッセーラー。東北宮城復興マラソン、いよいよ本番です。おー、ここでイベントやります。そうなんですか。騒ぎになっちゃうんじゃないかっていう。かっこいい。やったもう、優勝、俺たちが 2.5 俳優だ。おがった、うるさんぞー、イエラーどー、待って待って待って、あ、ごめん、あ、ごめん、おがったー、形になりました。マジ懐かしい、形になった。次週、オリジナルテーマソングプロジェクト始動。え、練習するってこれ。いや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 、オガメンが作ったリリックに曲がつきました。おお、ここでイベントやります。そうなんですか。騒ぎになっちゃうんじゃないかっていう。かっこいい。やったもう、優勝、俺たちが 2.5 俳優だ。おがった、うるさんぞ、やったー。
ごめん、ごめん。おがった